イマヌエル・ヨハンゲル・ハルト・シェラーイマヌエル・ヨハンゲル・ハルト・シェラーはドイツの古典文献学者、辞典編参者、ザクセン選定広告色を生まれ、シラジア地方のブジェクデボツ、父親はヨハンゲル・ハルト・シェラー、母親はアンナ・クリスティーナ・シェラー、9人の子の末っ子として生まれた、母親は異例な金行で活動していた、説教師の娘、 父親も説教師の子で、1705から1707年、ストックホルムで家庭教師となり、1707年から1708年、ラップランドを旅行し、イーローなどで説教師として生活した。1740年に65歳で死去したが、その直前に、末っ子には大学教育を受けさせるよう遺言を残した。父の死後、母は子供を連れてーメ、バイセンフェルス。 アポルダへと次々移転し、末っ子のシェラーはその都度各都市で学校に通った。とりわけ影響を受けたのはラテン語とギリシャ語を教わったアポルダの校長、シュネーガスだった。1747年、一家はアイゼンベルクへ引っ越し、シェラーは1752年春までギムナジウムの上級学年のコースに通った。1752年から、 ライプツィヒのトーマス教会付属学校の生徒となり、校長で文献学者のヨハン・アウグスト・エルネスティとヨハン・フリードリヒ・フィッシャーの下で学んだ。1757年から1760年、ライプツィヒ大学で進学と文献学を学び、大学でも教えていたエルネスティから引き続き学んだ。1761年、ニーダー・ラウジッツ地方のギムナジウムの校長に就任した。 年6回の説教会を模様した。1772年、プロイセンの学校教育大臣、カール・アブラハム・フォン・セドリッツの推薦で、シレジア地方ブジェクの王立ギムナジウムの校長に就任し、死ぬまでその職にあった。同地では、図書館員としても活動した。1761年11月、大土地所有者、ヨハン・ヨアヒム・シュリープナーの娘、 ヨハンナエレオノーラと結婚し、5人の子供を持った。うち、2人は、幼児期に養成2人はシェラーより早く死去し、シェラーの死後まで長生きしたのは一人だけであった。そのクリスティアン・アウグストは1795年頃から、プロイセン王室付き政府顧問官を務めた。シェラーにより、ラテン語辞典編纂の現代が始まったとされる。つまり、今日使われている。 ほぼすべてのラテン語辞典が大元を遡ると、シェラーの辞典に起源を持つものである。アルファベット順の原則を厳密に守ったのはシェラーが初であり、単語の語義を数字や記号で区分けして記述したのも初であった。シェラーは哲学博士号の保有者であったほか、フランクフルトアンデアオーダーの知識人協会の名誉会員、イエーナのラテン語協会の名誉会員であった。著名な弟子に、 義務のジウ教師、著作家、編集者のヨハンゴトリープ・クニッシュがいる。小型辞典紹介辞典携帯辞典ドイツ語の著作ラテン語の著作。ありがとうございます。